今日午前10時前、松江市黒田町の新しい店舗にはオープンを待つ長い行列ができていました。どうぞ。今日オープンしたのは岡山県津山市に本社を持つ丸井で、鳥取県には10店舗、島根県は今回で2店舗目の進出となります。地域の皆様の活力となるように、そして食の社会インフラとしてワクワクするような、そんなお店を作ってまいりたいと思っております。オープンと同時に続々とお客さんが入り、店内は一気に賑わいを見せました。ここはかつて松江市の商業の拠点として長年にぎわった場所。1981年、大型ショッピングセンターとして誕生したファミリープラザアピア。峡北地区唯一のショッピングセンターとしてにぎわいましたが、業績不振などにより2004年に一時閉店。その後は松江タウンスクエア、キャスパルとして営業を再開したものの、2021年、40年の歴史に幕を閉じました。もうずっと学生時代からあったので、その時間が戻ってくれて嬉しいです。せっかく大きい土地があるのにもったいないなとは思ってたので、またにぎわえばいいかなと思います。商業施設として名残のあった場所で再び買い物ができるとして、初日の今日は朝から大勢の人が詰めかけ、一時入場制限も設けられるほどになりました。丸井黒田店は24時間営業で、駐車場はおよそ330台収容と、丸井の中では最大級の規模。店内は地元で作られた野菜のほか、旬の地魚を使った大ぶりの握り寿司を実演販売するなど、地域に根ざした商品を売り出しています。そして商品の中には、都会を中心に展開しているスーパーマーケットや、こちらにはデパートのオリジナル商品が専用コーナーとして展開しています。松江市では今年1月、県内唯一のデパート一畑百貨店が閉店したこともあり、デパートの商品が身近に感じられるよう工夫もされています。人口も減ったし、家もどんどん減って、寂しいムードがずっと漂ってたんで、人手が多分多くなるから楽しくなるんじゃないかな。来月6日にはテナントとして大手雑貨チェーン無印良品もオープンする予定で、商業施設の拠点として再び地域の活力となることが期待されます。